どうも、エルザです。それでは、ポケットモンスター、ソードシールドやっていきたいと思います。今回は、ソードの方をしていくわけなんですが、何をするかっていうと、そうですね、ダウンロードコンテンツが出たんで、過去に実はポケモンしてたんですよ。なんだけど、普通に、ただ撮影してただけだったんで、せっかくなんで、ダイジェスト版という感じで、今回はやってみたいなと思います。なので、ダイジェスト版なんで、そこまで、喋らないかったりもありますが、思い出も話しつつ、今回は、実況できればなと思いますので、そうね、ソードシールドの内容、特にソードの方の内容を忘れたっていう方は、楽しんで見ていただければなと思います。それでは、本編の方を、どうぞ。
さあ、ということで、早速ポケモンを選ぶわけですが、いやー、全力で可愛さを出した感じだったね。じゃあ、そうだね、メソン、ヒバに、やばい、最後、出てこなかった。お猿さん、いるけど、まあ僕は、どうしようかな。まあ大体決まってるんだけどね。あ、猿乗りか。普通に名前忘れてた。まあでもいや、3匹ともね、それぞれ可愛らしさがあるからいいよね。まあ、かといって、まあ、選ぶのは、うさぎの、ヒバニーですね。僕、うさぎ年なんで、ちょっと愛着も別の意味で湧くんでね、ヒバニーにしたいなと思います。
さあ、ローズ委員長だね。ダンでもいると。ダイマックスバンドはやっぱ貴重なんだね。まあ、委員長もご機嫌ということで、まあ、今回はこのあたりかな。まあ、序盤、ジムチャレンジする資格を得るまでというような感じとなりますね。まあ、ここから、冒険が始まると。ジムチャレンジ8つ巡るという感じです。まあ、最初はね、また移動して、新しいジム行ってというところですね。ということで、今回ここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。